アレクサンドル・ブローク・ソモフによるブロークの肖像画、アレクサンドル・アレクサンドロビチ・ブローク1921年8月7日は、ロシアの詩人、ロシアシンボリズムを代表する作家、サンクトペテルブルク出身、ワルシャワで法学を教える父をはじめ、親戚にはインテリが多い。学生時代には、ウラジーミル・ソロビオフの思想やヒョードル・チュッチェフ、アハナーシー・フェイトの詩に親しんだ。 1903年、巧妙な科学者であるドミトリ・メンデレーエフの娘と結婚する。妻となった女性にブロークは、処女刺繍うるわしの祝女を捧げたが、彼女は後に、ブロークの親友である小説家アンドレー・ベイルイと浮気していたことがわかっている。当初は、ロシア革命を好意的に迎えたが、間もなく幻滅し、 その後死に至るまでの3年間は全く詩を書くことができなかった。その事情についてブロークは、マキシム・ゴーリキーに人間の知恵への信頼が失われた、と述べ、知人コルネー・チュコフスキーにはすべての音が止まってしまった。君にももう聞こえないだろうと語っている。革命直後の食糧難もあってブロークは、間もなく解決病などにかかって健康を害し、 1921年になって医師が治療のためにブロークの出国許可を政府に申請したが許可は降りなかった。見かねたコーリキーは5月29日にアナトリールナチャルスキーへブロークはロシア一の詩人である。彼が出国できないまま死んだらあなたたちが殺したも同然だと書簡を送ったが出国許可が降りたのはブロークが死去した3日後だった。死因は 新内幕園だった。ブロークは、レニングラードのスモレンスク墓地に埋葬されたが、1944年に、同地のボルコボ墓地のリトラトスキーもストッキーに、改装されている。革命期のペテルブルクをめぐる12人の赤軍兵士を12、使徒に見立て、生徒族を、独特の陰律でつないだ、長編士、12が特に有名。 ラストに登場する人物はイエスキリストとも取れると物議を醸した。ありがとうございます。